それでは今週のオタク満足度の発表をしたいと思います。アンナちゃん、立花アンナちゃん、はい、今週の1位誰やと思う？何？ちょっとつばのそばしはやめてもらちょっと見てお米ついてる。分かった、ごめんなさい。はい、誰？黒木ひなこちゃんです。なるほど。2位も聞いていい？2位ついてる。え、いらない。ちょっとカノさんちょっと待ってもらって。え、誰？意外な人な気がする。早い。あ、ごめんなさい。私こういうのが可愛いところだね、私。それでは第1位の発表します。黒木ひなこです。黒木ひなこは、名古屋遠征で、今日は名古屋でなんと動員100弱、初名古屋で、あったみたいです。はい、第2位、荒谷さつきです。私じゃなかったね。はい、さあ第3位、山下ゆらちゃん。生誕祭の日にお誕生日ということで、なんかファンの方とかまだステージにも立ってない私のために毎日会いに来てくれてコインを入れてくれたりだとか、本当になんか皆さん温かくて、なんかおめでとうとかたくさんの方が言ってくれて嬉しかったです。もう本当びっくりです。はい、ありがとうございます。おめでとうございます、ね、頑張ってね。これから明日からスライムがあるじゃない。はい、おめでとう。それではユニット対決の発表します。今週の1位はアマゴルです。2週連続。第2位発表します。第2位と第3位の両差なんと4票です。口が。七分ガールズ。今週フックが全然なくて、すごく動員に困っていたんですけど、惜しくも1位にはなれなかったんですけど、2位になれて本当に嬉しいです。来週からも頑張りたいと思います。あと今週1週間終わりましたが、9月13日なんと世界初デビュー、ね、台湾公演があります。ちょっと疲れて猫背なってきてるのどかから一言もらっていいですか？台湾ですよ。お世界ですよ。おアジア、お世界、おすごいですね。いやもう楽しみで仕方ないです。仮面女子っていうのが日本じゃない国でどう受け入れてもらえるのかなっていうのがすごい楽しみですね。なんとか世界に爪痕を残してほしいなって思ってますので、
ね、残したい。台湾で爪痕を残したいわん。全然話が変わるんだけど、まあ、君らはミュージシャンやアイドルやアーティストって立場にここでいると思うんだけど、ゴミをまたがないで。誰か一人取ったら多分ここ常に綺麗にやんか。だから拾って捨てようよ。はい。アリスはゴミをまたがない。ゴミまたぐらいだと拾って捨てに行こうぜ。はい。はい。ということです。では来週また頑張りましょう。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今週からスラガの専用劇場ができたということで、今週からこれです。スラガだけのオタク満足度発表があります。はい、第1位は鎌倉さゆみ。カメラマンから外れちゃう。嬉しい。はい、ということで1位を取れたっていうのがすごく嬉しくて、はい、来週もまた1位キープできるように頑張ります。はい、おめでとうございます。というわけでこんな感じでこれからスラガだけでもこういうオタク満足度発表っていうことが始まりますので、皆さんね、こうやって毎日毎日スラガ劇場での動員も頑張って増やせるように努力していって、劇場をたくさん、お客さんたくさん来てもらえるように頑張ってください。じゃあはい、ちょっと行きましょうかね。さて今週のハムスですが、はい、皆さんディファやりますよ、ね、詳しくはこちらです。時間やばいよ、時間やばい、あれちょっと待てよ、ちょっとあれ、急いでいくから、急いでいくから、急いでいくからね。はい、そしてですね、肉汁ガールズありますよ、それ詳しくはこちらで。そしてさらに、名古屋に、名古屋の皆さんアリス10番行きますからね、それもこちらです。待ってます、元気元気、バイバイ。